オームの法則から R2 は20オームです。電源電圧は 105V です。並列回路の計算と直列回路の計算から合成抵抗は5オームです。オームの法則から I は 21A、分流の法則から I3 は 16.8A です。